午後3時、一つの決意を抱いて神宮球場に原が到着。そしておよそ30分後、報道陣に囲まれ長嶋監督も到着。この後クラブハウスの一室で原は正式に引退の意思を監督に告げました。まあ引き返すことはできないっていう部分でね、安堵の気持ちとね、なんか寂しいようなね、なんともこう言葉で言い表すことのできない、ね、ところですけど、引退を表明した原、今日はスタメンではなくベンチで試合を見守ります。今日のジャイアンツ先発は20勝まであと2勝の斉藤。しかしいつものキレがありません。2回です。優勝の興奮が冷めやらぬミューレンにスリーランホームランを浴び先制を許します。続く3回、さらに1点を奪われた後、ランナーを置いての池山のこの当たり、センター井上前進しますが詰まった当たり、取れません。斉藤はこの後4回にも点を奪われマウンドを降り、20勝の大台は難しくなりました。6回で8対2と勝負はほぼ決まりました。この試合、しかし7回、ジャイアンツファンの胸をときめかすこの人が登場。原辰徳、神宮球場では現役最後の打席。キャッチャーファールフライに倒れましたが、原への声援は最後まで途絶えることがありませんでした。試合はヤクルトが8対3で巨人を下し、今シーズン対巨人戦17勝9敗と大きく勝ち越して締めくくっています。とりあえず本当にお疲れ様でした。原選手で私は思い出すのは、まず一番先にあったのが大学の選手権、ここで初めて打席に立って彼がホームラン、東海大学、私が打たれたわけですけど、それが初めての出会いっていうか、まあ一番選手としては強烈な印象がまずありましてね。で、最も思い出に残ってるのは、もちろん試合ではいっぱい残ってるんですが、うちの長男が生まれた時にちょうど彼と一緒に伊豆にですね、初めて彼と一緒にキャンプを張った時にうちの息子がちょうど生まれまして、その日にね、それが非常にこう印象に残ってて、その年非常に良かったんですけどね、数々の思い出があるんですけども、原選手というと非常に面倒見がいいということで、有名なんですけども、去年優勝した時には、銀座のある店を借り切って、彼が全部自前でですね借り切って全員選手を呼んで、それから裏方さんも全員呼んで、優勝を祝ったというエピソードもありますけれども、そういう意味では非常に兄貴分っていうんですかね、選手にとって非常に信頼の、あった選手だったというのを、ここで申し上げたいと思いますね。はい、そのことをね物語る話なんですけれども、はい、今日監督にはもちろんご報告しているそうなんですが、今日試合前、選手の皆さんの前で引退しますという報告を原選手がしたそうです。非常に礼儀正しいそういう選手ですからね。はいはい、そして今日もたくさんファックスが届いています。私は野球を見始めるきっかけが原さんのホームランだったのを今でも覚えています。これからも頑張って原さん。それから15年間ありがとう、日野市の橋爪さん。同じようにジャイアンツの4番打者8番原、15年間本当にご苦労様。大分県にお住まいの杉田治さん、とにかくたくさん今日は原選手にファックスが届いています。はい、まだね試合がありますんで、はい、8日には彼が多分スタメンするんじゃないかという試合がありますんで、はい、最後まで試合頑張ってください。そうです ね、はい、ジャイアンツといえばですね、第2の原が出てくるかもしれないというこの巨人軍の入団テスト、はい、今日行われております。やっぱりファンの人たちもね、かなり新聞その他の方が先行してた状態に、で僕自身としては自分で口に出すときはね、まず監督だという気持ちを持ち続けてたんで、初めてそのやっぱりファンの人たちも、心配してくれてると思うんでね、自分の決めたことをね監督に伝えたということですね。今年のキャンプで原選手を見たときに久々にね、いいスイングをしてるなと思ったんですよ。ですから今年は活躍できるんじゃないかなっていうふうにね、僕非常に期待してたんですがね、まあ、チームの一応構成的なこともあってなかなかいい結果が出せなかった、まあ、それでまあ引退をね決意したんでしょうけども、これはもう自分が決めたんですからね、引退っていうのは来ますからね、どの選手でも、まあ、これからまたいろいろ勉強してね、今度は指導者の方に回ってます。